では、竹内成美編ですね。戻ってまいりました、ここにね。無理かもしれない待つことにしようを選んだことで、まあ竹内成美は死んでしまいましたね。で、ノーマ相川に未読症がついていたことにより、消化不良で終わらされてしまいましたけど、ここで A 選びましょうか。今しかない。機械は今しかない。スコープの中心に車を捉え続ける。ドアが開く。狙うとすれば確実に頭の中心をヒットさせることのできるムーアが降りるほんの一瞬。フランク・ムーア、あんたが偽光源を作りまくって罪もない人間を殺していることに憤りは感じない。殺した人間の数なら負けやしないだろうから。これから殺す数もきっとどっこいどっこいだ。あんたがその昔にじいさんと出会った兵士だったことも知っている。そこで何があったかも知っている。そんな奴に撃たれて死んでいくのをあんたが知ることはもうないだろうが、まあ何かの因縁だろう。言いたいことがあったら地獄で待っていてくれ。さよならだ。あ、このまま、このままもしかして、はあ、あのさ、ムーアのさ姿、その特徴的な何かとか教えてほしいような、どれがムーアかわからんやろこれ、うん、どれやねん、これか。え、待って、選べん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って待って、今いった。え、参ったね。これ待って、どういうえ、待って、いけた？参ったね。ムーアの頭が間から覗けたのなんてほんの一瞬だよ。非常識にも程があるっていうの。非常識ってのは最高の褒め言葉だろ。あ、今のじゃあ、ムーアに直撃っていうことでよろしいか？須藤は苦笑しながら言った。撤退だね。よし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 。いや、スコープ勝手に成美が動かすから、私の方でムーアの頭とスコープが一致したところで丸ボタンを押さないかんという、ただのシューティングゲーム。タイロは確保している。今から追っ手が来たところで追いつかれることはありえないはずだ。見えないね。え？どこだ？どこから？こっちのセリフやねんけど。あれは？何？ちょっと待って、バリ暗いんやけど。ちょっと待って。ちょ、ほんまこれごめんね。もう暗い暗い言うなやって思うかもしれんけど、ほんまにごめん。もう、な、え、どうしよう。今とかこれフィルター、あ、今しても意味ないんか。でもフィルターつけるとさ、ガンガンになっちゃってさ、なんか見にくいしな。ジープが見える。まさか向こうにもこの距離で狙撃できる人間がいたのか。女。全身黒ずくめの女のスナイパー。動くか、それとも。須藤はまだ生きている。体中に緊張が走る。アドレナリンのもたらす覚醒がものすごい速さで体内を駆け巡る。今さら逃げ隠れしてもしょうがない。須藤？かすかだがまだ息はある。急所はわずかに外れている。応急手当てをしてすぐにトンネルまで運べばなんとかなるかもしれない。あー、あの安定してる時に須藤が撃たれたんか。なるみ、喋るな。敵がまだその辺にいる。喋るな、今手当てする。傷口のあたりの服を切り裂こうとした手を弱々しく払いのけられる。違うよなるみ、感情に流されるな。冷静さを忘れないように。今ここで手当てなど、なるみは一流の兵士。須藤の体が銃声とともに痙攣する。え？二発目、とどめの弾丸。須藤？え、そう、須藤死ぬの？さっきのジープに乗った女スナイパーのいたところへ。
そこにいろ、まだそこにいろ、この手で、お前の体を撃ち抜いてやる。遠くの方でヘッドライトが光るのが見えた。暗視双眼鏡を構える。走り去るジープの上に、ライフルを構えたまま、こちらを向いて立つ女の姿が見えた。なぜ俺を撃たない？なぜだ？ライフルにワシの羽が見えた。その場に立ち尽くして考える。つなぎ合わせる。遠い過去のこと、今のこと。なぜ俺を撃たなかった？その理由が分かったような気がした。そしてあの女が誰なのかも。須藤死んじゃった？須藤が死んでしまい、背中が涼しくてしょうがない日々が続いた。一人で若松コンサート会場近くの日比谷スラムにいる。コンサートが始まるのはこれから数時間後。すでにスラムはコンサートを聞きに来た観衆でいっぱいで、会場周辺は暴動を警戒した国民兵や国連兵が混在して警備を行っている。日比谷スラムは普段でさえ治安の悪い地域。どこもかしこも破壊され、至る所に戦車や兵器の残骸など、戦いの痕跡が残されている。不審人物をチェックしながら、辺りを歩き回る。不審人物といえば、この周辺はどいつもこいつも不審人物ばかりだ。いちいち神経を尖らせていては、こちらの身が持たない。だが、若松のコンサートはもうすぐ始まる。須藤を殺したあの黒服の女スナイパーはきっとここに現れる。日が落ちるまではまだ時間がある。ステージはすでにスタンバイを終えて、若松の曲が BGM として流されている。須藤も若松の曲が好きだった。静かな、それでいて雄大なものを感じさせるところがいいと言っていた。須藤の仇は取ろうと思う。感情に流されるのは一流の兵士じゃないと言い続けた須藤には怒られるかもしれないが。そうか。榊くんと一緒にいれば須藤くんも生きてたのにな。あの竹内成美と榊くんがね、一緒にいればね。復讐と言っても構わない。一流の兵士に、そんなものになりたいわけじゃない。そんなものにならされてしまうのも嫌だ。ここではそんなものになってしまう自分がいるだけだ。だから逆に、やられてもいい。誰かが言っていた。俺はどこか他のアンダーグラウンドの人間と違うと。それは竹内健二の孫だからと答えた。冗談なんかじゃない。じいさんを超えたいとか、そんなことを考えてプレッシャーを感じているから。決起に沿って単独行動を起こすとか、手柄を立てたがるとか、そういうんじゃない。ただここから離れていきたい。それが死後の世界でもいい。この国から離れていきたかった。竹内健二は英雄なんかじゃない。普通の、例えばアンダーグラウンド以外の国で言うところの普通の人間だった。それを知っている。父も知っている。一族は皆それを知っていて、ひた隠しにしている。英雄の偶像が壊れてしまっては困るからだ。胸に手を当てる。じいさんから受け継いだ銀の星がそこにあった。じいさんが、父が、そして俺が憧れ続け、けれど決して口に出すことがなかった思いがここにある。少しずつ日が落ちていく。スラム街にだって夕暮れはある。太陽と月がその役目を交代する時間。空が最も美しくその姿を変えていく瞬間だ。あの国にはない空がここにもある。頭を巡らせた時、不意に黒ずくめの女の姿が視界に入ってくる。あれか？あの女か？足が勝手に後を追い始める。警備を任されている区域の外へ。持ち場を離れることは命令で禁じられている。それでも足は勝手に女が歩いていった方向に向かっていった。どうしよう。
追いかける方がドラマチックやけどな。追いかけようと走り出した。手が横から伸びてきて腕をつかまれる。その力強さに思わず身構えたが、知った顔がそこにはあった。野上隊員、何をしている？持ち場を離れるな。いつも通りの感情の見えない顔。押し殺しているわけでもなく、かといって無表情でもない。この国の一流の兵士たちに共通した顔。それは力強さを感じ、まっすぐな意志を感じる顔だ。それでもそこに何も感じない。特務部隊の人間は自らの判断での行動を許される。まあ言ったら、これ。ここは黒服の女のことを話すべきだろう。ここでの最優先は若松の身を守ること。あの女の目的が最終的にどこにあろうとも、武装グループの一味には違いない。報告書にあった須藤軍曹を撃ったスナイパーだな。そうです。未確認ですが黒服の女。どこにでもいそうなものだが、この場において見過ごすわけにはいかない。報告する。お前は持ち場を離れるな。DMDG のキーボードが鈍い音を立てて、瞬時に現状報告と応援要請を飛ばす。胸の中で次第に何かが大きくなってくる。ある予感、無益な感情、須藤の思い出、復讐、わからない。それでも血がたぎってくるのだけは間違いない。竹内将尉、応援と調査を要請した。お前はこの場を離れるな。その人はその冷徹な目で何を見ているのか。会場周辺の賑やかさはコンサートの時間が近づくにつれ激しくなっている。警備をする国民軍の兵士も国連軍の兵士も緊張を隠せない。それにしても武装グループに動きが全く感じられないのはなぜか。もちろんこれだけ厳重な警備を敷き、事前のチェックも万全のはずだから、動きが取れないとも考えられる。けれどあの女、あいつだけは別だ。理由はないがそんな気がしてきた。夕刻から始まった若松のコンサートは、世界中から集まった観客の熱狂に包まれながら、今のところ何事もなく進んでいる。テロリストらしき姿もなく、拍子抜けするぐらいの順調さで時間が過ぎていく。むしろ警備に回った国民軍と国連軍の間の緊張の方が危なっかしいぐらいだ。何の動きもないというのはどういうことなのか。あの女を見たと思ったのは勘違いだったのか。単なる思い込みだったのか。どこかで期待しているのか、あの女が現れることを。何のために。須藤を目の前で殺されたからか。復讐をしたいのか。自分が死んでしまうのは怖くもなんともない。ただ自分のせいで誰かが死んでしまうのはたまらない。この国の兵士たちは男も女ももちろん子供も老人もみんながまっすぐだ。ただそれだけだ。それが悲しい。言葉を正しく認識せよと学校では習う。その言葉の持つ意味を正しく捉えろと。じいさんはこの国の人間は皆真という言葉に集約されると日記に書いていた。このさ、もうめっちゃ今更やねんけどさ、若松の曲合ってないよな。なんか若松の曲な、うるさいんよな。なんかそういう感じじゃないよな、このゲームな。なんか友達なんかもしれんな、この制作監督の友達に若松がいるんかもしれんな、このゲームの監督ね。シン、同音異義語ではなく同音同義語、同じイメージで作られている言葉。シンは全てがストレートだ、まっすぐだ。だから悲しい。それだけを支えにこの国は成り立っている。俺は何を支えにしている。何のためにここにいる。復
復讐のためか。須藤の復讐や。須藤の復讐のためにいる。須藤、お前もそうやって生きてきたのか。捨てなければならないと認識するということは、そういう感情を常に抱えていたということになる。だったらお前も俺と同類だ。お前のためにあの女を殺してやろう。兵士としてじゃない。友人を殺された一人の人間として。インカムに呼び出し音が入る。故障呼び出しの音。隊長クラスから個人的に通信される無線。なんだ。竹内少尉、野上だ。野上隊、そこから三日月ビルが見えるか。見えます。北西の方向に直線距離で約800メートル。そこに不審な人物が入っていくのを見たという情報が入った。黒ずくめの女だと情報提供者は言っている。しかし今は皆手一杯だ。15分後に何人かをそこに向かわせる。以上だ。タイ、何をしろと。特務の人間が何をしようと俺の感知するところではない。だがお前は危険人物だと俺は思っている。兵士として、軍人として、国民として、あらゆる点でお前は危険人物だ。何かを隠している。何かを持っている。それが何であるかなど知りたくないし、知ろうとも思わん。しかし、それがある以上、俺は足立のように、お前を優秀な兵士としては認めない。認められない。だがな、竹内成美、足立のためにも、いつかお前がそれを捨てていることを願う。いや、沈黙、かすかな雑音。命令をしてもいい。それらを捨てて、俺たちの前に現れることを。一つ息をついて歩き出した。心の中で野上隊員に敬意を払い、胸に隠した銀の星に手を当てた。行こう、三日月ビルへ。何のためにこのビルへ。目的が若松の暗殺だとすると的外れだ。このビルからだと、たとえ屋上に上がっても前方のハイビルが邪魔になって若松のコンサートステージが隠れてしまう。だからこそ警備の対象にもならずにほっとかれている。そこまで考えて不意に何かが足を止める。本当に不可能か。マイナスショット、その単語が浮かぶ。見えない標的を撃ち抜く至難の技。重力に負けて放物線を描く欠点を逆に利用した神技。もしそれをやろうとするならば、あのハイビルのてっぺんにあるアンテナが格好の目印になる。計算しろ。頭の中で軌跡を描け。あそこをターゲットにすればステージ上でキーボードに向かう若松の位置にならないか。なる。ならば狙撃場所は屋上。屋上へと続く重い鉄製の扉が閉められている。最初から閉じていたのか、それともあの女が閉めたのか。五式自動拳銃をホルスターから抜く。ドアを開きざま、前に回り込みながら倒れ込み飛ぶ。前方に黒服の女を視認すると同時に発砲したが遅かった。肩に激痛が走る。くそ。倒れ込んで回り込み、何発か打ち込みながら体勢を立て直して給水塔の陰に走り込むが、ふくらはぎにも弾丸を受ける。声を上げそうになる。悔しいがいい腕をしている。俺の弾は当たっていないだろう。どうするか。このまま回り込んでいくか、それともここをよじ登るか。しかしこの足で動けるか。これ死を左右しないか。よじ登るのはちょっとなんかな。標的になるよな。回り込んでいく。この足で給水塔によじ登るのは無理だ。相手の格好の標的になってしまうだろう。左へ回り込んで相手の出方を伺う。これからだ。待つ。痛みの感覚を切り離して待つ。相手の息遣いを感じ取るほどに神経を研ぎ澄まし、立てないはずの足音さえも聞き取れるほどに感覚を鋭敏にする。
来る。2発撃ち込んだことは徹底的に有利だと思っているはずだ。そこにつけ込む。近づいてこい。もっとだ。見えないお前を見る。あと3メートル、2メートル、52メートル。飛び出すと同時に撃つ。3メートル、2メートル、50メートル、ね、3メートル、2メートル、52メートルね。銃口を向ける暇もないほど早く。もう彼女の右手は二度と元の動きを取り戻さない。指の骨は砕かれてぐしゃぐしゃになっているはずだ。左肩もそうだ。今にも外れそうなほどぐらぐらしている。すぐに手当てをすれば命は助かる。もちろん、それは俺にも言えることだが。膝をつき、動かずにじっとこちらを見ている彼女の額に、銃口を向けたままゆっくりと近づいた。早く撃て。お前の祖父がそうしたように。祖父。私の父も軍人だった。しかし、戦場で普通に戦い死んだのなら恨みなんかしない。それが戦争だということは分かっている。ただ、私の父はアメリカ軍の兵士のくせにお前の祖父を尊敬していた。兵士の鏡だと盲目的に尊敬していた。戦場で賢治竹内と偶然にも一対一で対峙した父は、白旗を上げて決闘を申し出た。格闘技でいい勝負だったそうだ。技術的には劣っていたものの、父には若さがあった。けれどそれなのに、賢治竹内は突然無抵抗の父を拳銃で撃った。頬が怒りに膨張していく。その瞳が輝いている。私は賢治竹内に復讐するために戦士になった。賢治竹内が死んだ後は、お前の父聖司、そして鳴海竹内、ずっとずっとこの手で殺すことを考えていた。やはりそうだったか。インカムに呼び出し音が入る。故障呼び出しの音。来たか。竹内将尉、野上だ。野上大尉、無事なんだな。三日月ビルの屋上です。説明すべきか、それとも武装グループの一味らしき人物と遭遇、追って連絡します。以上。今はまだ説明できない。エリナ・ホーク、呼びかける。彼女の顔が驚きに満ちる。あなたを昔から知っていた。父親の名前はマーティン・シー・ホーク。アメリカ陸軍第5部隊所属の中尉だった。数々の武勲を立てた英雄だった。狙撃手としての腕はもちろん、格闘技においても超一流の兵士だった。うちのじいさんと同じだ。そこに置いてあるワシの紋章が刻まれたカービンライフルも、そのモーゼルピストルも、あなたの父親が愛用していたものだ。どうして?どうしてお前がそんなことを。エリナ・ホークの目が驚きに見開かれる。父親が死んでから何が彼女の人生に起きたのかを察することはできる。同情はできるだろう。だが若松暗殺を企てたのは事実だ。そして須藤を殺したのも事実だ。でもこれ、うちはしないにしても結局、応援が来て、捕まるよなぁ。どうしよう。まあ、でもこれ、エンディング分岐かもな。まあ、私やったら引き金引くからな。ここで何が分かろうと、変わりはしない。引き金を引く。弾丸が彼女の首に吸い込まれ、頸骨を砕き、後頭部から血しぶきとともに空へ突き抜けた。痛みや恐怖を感じる時間はなかったろう。彼女の体が音を立てて床に転がる。彼女の人生が消えた。俺が消した。じいさんが彼女の父親の命を奪ったように。俺が彼女のエリナ・ホークの人生を消し去った。亡骸をそっと動かして仰向けにする。その細い指を組ませる。彼女の血が手を染める。
人差し指で血のついた指でその唇をなぞってやる。いつまで、いつまでこんなことを続ける。須藤を殺したのは彼女だ。彼女を殺したのは俺だ。だが二人を殺したのは本当は誰だ。すべてを捨てることで何が変わるのだろう。この体の傷が癒える頃に答えが出ているのだろうか。歩き始めた。後ろで、遠くでインカムの音が鳴っている。わ、これ兵士やーめだってことかな。じゃあここね、 D を選びましょうか。これ以上は無意味だ、撃ちたくない。残された者は行ってしまった者たちの思いを抱えて生きていく。須藤、お前を殺したのは彼女だ。彼女を殺すのは俺なのか。もういいのか。通信をする。野上だ。竹内です。武装グループの一人を確保。三日月ビルの屋上に二人よこしてください。了解した。いいんだな。はいと答え通信を切る。いいんだ。撃たないのか。下を向いたまま彼女がつぶやくように言う。それは俺の役目じゃない。これでいいか須藤。いいんだよな。あれ、終わり？はあ、じゃあ最初に見たエンディングの方が、竹内成美っぽかったかな？